これは5月4日です。皆さん今日じゃなくてね、私も今日って言っちゃいそうになるんですが、今日じゃなくて5月4日の新作です。ゴールデンウィーク中の新作です。じゃあ2点目の紹介に行きます。こちら品番が 5500C のクーリングカジュアルロゴティーです。お色はブルー、ホワイト、ブラウンの3色展開で、お値段税込み3690円でございます。はい、そしてこれ今私が着てるのがブラウンです。ブラウンはね、白のロゴでございます。そしてホワイト、ホワイトはブラウンのロゴです。可愛いですよね、やっぱブラウンロゴって可愛いな。白にブラウンのロゴです。そしてなんと可愛いブルーはロゴ白です。とこのホワイト、ブラウン、ブルーの3色展開で、お値段税込み3690円でございます。じゃあおすすめポイントをお伝えしようと思います。さっきもねコメントいただいてたんですけど、すごいね着心地がいいんです。この T シャツはすごいなんかとろみ感のある感じ、めっちゃ肌触りいい。チクチクとかは、まあ、私は全然大丈夫なんですけど、すごいとろみのある生地感になってて、なんか別に冷感素材とかではないんですけど、結構ちょっとひんやりした感じの素材になってます。素材っていう か, なんか肌触りがねすごいひんやり感、なんか冷感っぽい感じ、その素材には入ってないですけど、すごいひやりとした素材感には、肌触りにはなっております。はい、そしてやっぱなんといっても肘もちょっと丈も長めですね、袖の。なんで肘もちょうど肘隠れます。肘隠れるのって嬉しいですよね。うん、そう、肘も隠れるのと、あとこれここスリットが入ってるんで、なんか前インだけでもめっちゃしやすいですし、普通にアウトで着てもらってもこれは私結構好きなので、アウトも私はおすすめです。うん、丈感も結構長めで、私の身長155でお尻はすっぽり隠れます。はい、でもうちょっと身長高い方とかでもお尻もかかるぐらいの長さなので、なんか体型カバーにもなりますし、これはアウトできても可愛いアイテムになっております。はい、あとはなんかゆるっとすぎないのがいいですよね。ぴったりしすぎてたら結構夏とかだとやっぱ汗吸い込んじゃうんですけど、ちょっとゆるっとゆとりがあるので、本当今から暑くなってもすごい着やすい素材感にはなってるので、本当今からすごいおすすめのロゴティーにはなっております。はい、そう、るいちゃんさん、スリットあるってね、スリット嬉しいですよね。結構スリットあるのとないのって結構やっぱ見た目とかも全然変わってくるので、私はすごいスリット大好き派なんですけど、なんで前インだけとかもすごいしやすいですし、この辺ももたつかないしね。でもアウトで着てもやっぱこの辺りがちらって見えるので、その辺りが抜け感が出るのでね、これはおすすめでございます。うん、おどの色も可愛いなって、ゆるゆる感がたまらないって、そうですよね、すごいよ。ほんでね、とろんってしてる、とろみ、もうこれは皆さんに触っていただきたいぐらいとろみがあります。なんかね、パッと見はなんか生チョコって感じ、このブラウンは生チョコって感じ、ほんと美味しそうな色味やし、素材感もう本当にとろみがあるし、なんか清涼感がある、涼しい、なんかちょっとヒヤッてする感じですね。うん、だから夏とかはほんとこれはめっちゃ着やすいと思います。うん、あ、ゆうさん肌弱いのでとろみあるものは嬉しいって、いやね、そうですよね、私も最近なんか急にめっちゃ敏感肌になって、すごい一生チクチクしてるんですけど、これは全然大丈夫です。すごい肌当たりも優しい、優しい肌当たりでございます、これは。うん、あ、るいちゃんさん白透けるかな。白はね多分透けると思います。後でちょっと白も着てみようと思います。はい、あ、さとこさん遠目で一周回ってほしいの、 OK です。こんな感じでございます。いけますか。結構長さはね、しっかりと長さはあります。でも生地自体すごい薄手なので、もし全部インしたとしてもお腹周りとかは絶対もたつかないと思います。そう、なんか結構分厚い素材とかだったらなんかこの辺がモコモコしちゃったりするんですけど、これはモコモコしないと思います。後でなんかインでも着てみようと思います。はい、あ、Cさんこれにシアーシャツ羽織ってもらうことできますか。 OK です。さっき、あ、だよいしょ、失礼いたしました。多分これはね、シアーシャツ羽織っても結構さらっと羽織れる気がする。あ、全然大丈夫やわ。こんな、あ、可愛いね、いいですね、私好きですこの組み合わせ、可愛い。なんかやっぱり結構薄手なので、この辺もなんかやっぱ
なんか絶対この袖感って結構モコモコするやつ多いじゃないですか。これは全然大丈夫です。私一回も直してないのにもうさらっと切れてる。こんな感じ。え、かわいいな、この合わせ、シアシャツとブラウン。あー、私結構こっちも好きかも。いいね。で、私あえて白白も可愛いと思うやな。このブラウンのロゴっていうのが可愛いです。これブラウンロゴ、白で、ね、ブラウンのロゴなんです。なんたらバードって書いてるんですけど、うん、シアシャツ合わせいいと思います。なんでまだね、この時期はちょっと半袖は早いので、なんか上からこんな感じシアシャツとか羽織ってもらったら本当長く着ていただけると思いますよ。うん、ね、シアシャツ合わせいいんですよね。レンラブさん可愛い、いいと思います。うん、そう、じゃあそうね、白見たいってのに、じゃあちょっと白に着替えてこようかなと思います。少々お待ちください。うん、よいしょ。白白ね、ほんとこれはマジでなんか触ってもらえるもんなら触ってほしい勢いなんですけど、それは叶わないので私が全力でお伝えすると、ほんまにほんまに気持ちいい、柔らかい、優しい、涼しいこれは全然大げさに言ってるんじゃなくて本当に涼しいです。これはめっちゃ柔らかいですね。よいしょ。なんかよっこらしょ。よいしょ。よいしょ。うん。おい、チャンス溜まってます。よかったです。いやでもほんまにね、これ涼しいんですよ。うん。そう、 T シャツにパール合わせね、私めっちゃ好きでよくするんですけど、てかよくするっていうか、このねインスタライブでよくしてて、まだこれゲットしてないからあれなんですけど、うん、あと白着てきました。白やっぱどうしても、ちょっと結構やっぱ生地感的には薄手なのでインナーちょっと透けちゃいますね。うん、なんでやっぱインナーもうちょっと今私白のあのカップ付きのキャミを着てるんですけど、ちょっと透けちゃいますね。うん、なんでやっぱベージュとかの色にしてもらった方がいいかもしれないです。まあでもこの透け感は私は全然気にならないんだが、うん、こんな感じですね。結構やっぱ生地的には薄手なので、まあ、その分涼しいんですけどね。うん、はあ、嬉しいです。たとえつ分かりやすくてどない感じであんできますって、そんな嬉しいです。私はまだまだ勉強不足なので全然分かりにくかったら言ってください皆さん。うん、あ、確かに柔らかそうな生地感って肌のようなって。で、本当このね、とろみがね、すごい気持ちいいんですよ。うん。あ、白をかけるブラウンロゴ、やっぱり可愛いってね。最近いるし、結構ブラウンロゴめっちゃ人気で。可愛いですよね。なんかこのブラウンも、ちょっとピンクブラウンって感じです。うん。なんか普通のブラウンで、ちょっとなんかピンクブラウン、なんかモカブラウン的な。ピンクブラウンっぽい感じで結構柔らかい印象になると思います。なんたらバードって書いてるんですか？私は分からないです英語、すいません。あ、るいちゃんさ、スクエアだったらいやらしくないかな。あ、そうですね、うん、スクエアだったら全然いいと思います。スクエアタンク、あとで時間あったらちょっと着てみますね。うん、いいと思います。確かにこれ私今あのバックオープンのキャミ着てて、なんで結構ちょっとあのいやらしい、ここも細いのでね、いやらしい印象になっちゃうかもなんですが、あの確かにスクエアタンクいいと思います。はい、うん、お、逆に透けてるのが可愛い。でもね、私はね全然これは好きなんですよ、この透け感は。うん、すごい本当やっぱ涼しいです。これは何より涼しい、いいです。あ、桜の木さん、ブルー着てほしい。 OK です。じゃあちょっとちゃちゃっと着替えてこようかな。デニムの上からでもいいですか？ブルーブルーになっちゃうけど一回やってみようかな。なんか意外と私はいける気がするんだが、ちょっとブルーすぎる。一回やってみようか。ちょっと着替えてきます。よし。あ、サロペ合わせもまた見たいです。OK です。ちょっと最後に時間あったらサロペやってみようかな。うん。あおいちゃんのよろしくなんですけど、よかった。でも、スクエアタンクいいと思います。うん。ブラウンロゴ確かにいいなって。でしょ？私ね、なんかブラックって結構やっぱ定番っていうか、白にブラックロゴって結構定番なんですけど、ブラウンってなんか一気に印象柔らかくなるし、なんかカジュアル要素もちょっとダウンされるので、おすすめなんですよ、ブラウンロゴは。うん、そしてブルー着てきますね。私喋りすぎちゃうからさっさと着てきますね、ごめんなさい。
な、スクエアトーク着るだけで全然なんか見える印象が変わりそうな気がする。お待たせしました、ブルー。え、かわいいね。なんかブルー、なんか水、ちょっとくすみ系の水色って感じ。なんか結構やっぱくすんでますね。でもさっきのブルーとは全然違うと思います。こうやって並べたらわかるかな。うん、こんな感じ。結構こっちの方がなんかライトブルーって感じで、やっぱさっきのボーダーの方はちょっとグレーが入ってる感じですね。ブルーグレーって感じ。ブルーグレーって感じですね。うん、こんな感じの色味です。そう、色展開が可愛いって間違いないですよね。しかも全体的にどれもくすんでるんで、結構皆さん着やすいんじゃないかなと思います。うん、そう、私ね、こういうトップスの着替えはね超早いんです。うん、なんか私意外とブルーでもなんかいい気がしてきた。私は結構好きやわ。なんか結構この T シャツ、丈感はしっかりお尻まであるんですけど、やっぱ生地感が結構薄いので、インしても全然もたつかないですね、この辺。これ今 293K も履いてるんですけど、あ、全然もたつかない。私結構インしたらこの辺もこもこするのを T シャツよく持ってるんですけど、これは全然大丈夫ですね。うん、なんかお腹ポッコリも全然ならないし、あ、いいわ、涼しいし。いや、色に迷いますね。うん、私もすごい色に悩む。うん、ホワイトデニムとかも合わせたい。あ、絶対可愛い、ホワイトデニム。ちょっとホワイトデニムがなくてスカートなんですが、あ、失礼。お、一気に夏ですね。これでちょっとクリアサンダルとか履いちゃったりして、ちょっとデニム下履いてるんですが、こんな感じ。お、いいですね、一気に夏。こんな感じ。あ、いいですね。私は結構この汗好きだな。うん、ね、ブルーはインすると素敵って。で、私結構このブルー私普通にしてる気がする。うん、お、全部欲しくなっちゃって、ありがとうございます、嬉しいです。ブルー T シャツならチノパンでも良さそうですね。あ、良さそう。なんかね、ちょっとこんな感じの、あ、いいね。え、可愛くないですか。これで下はちょっとヒールのあるサンダルとかしてもらって、え、かわいいっすね。これちょっと今ごめんなさい、合わせてるだけなんですけど、え、かわいくないですか。これ私好きです。うん、おすすめです。ブルー結構意外と使える予感。まあ白はね間違いなく使えるし、まあ、ブラウンも全然使えるんですよ。うん、けど私結構ブルー好きかも。なんたらバード、ブルー好き。なんかなんやろな、これに普通にカゴバッグとか持っちゃったりしていいんじゃない？え、かわいいですこれ。うん、おすすめ。うん、あ、スポさんとかもいいと思いますよ。結構カジュアルにガッツリ振っちゃって、バケハとかかぶっちゃってもいいと思います。うん、お、私もブルーのワントーンコーデめっちゃやりますって。若さん、ありがとうございます。若さんはあのホットアイさんのブルーやったかな、なんか持たれてるイメージがあるんだが、間違えてたらごめんなさい。うん、ね、爽やか増しますね、ブルーホワイトは。うん、かわいい、困ったな、春さん。本当に困りましたね。いろいろかわいいのが今日はありすぎて。全然サロッペでも合うと思うので、後ほどサロッペット合わせとかもしてみようと思います。なんか普通にブラウンにデニムでもかわいいしね、定番で。うん、かわいいですね。じゃあ次のやつに行こうかなと思います。